皆さん、おはようございます。ソフトバンク株式会社 AI 戦略室の鈴木翔太と申します。昨日も動画を撮影したんですけど、本日は緊急で動画を回しております。おめでたいことに、オープン AI、 皆様ご存知のオープン AI が日本法人を設立いたしました。おめでとうございます。オープン AI がですね、東京にアジア初のオフィスを開設するとともに、日本語に最適化された GPT-4 のカスタムモデルの提供を開始することを発表いたしました。オープン AI ですね、アジア初ということで、拠点としては4つ目になります。まず、アメリカのサンフランシスコに本社がありまして、あとイギリスのロンドン、アイルランドのダブリンに今3つの拠点があるんですけど、4つ目として東京オフィスに拠点を作りました。これがアジア地域として初と言われているところですね。で、気になるですね、このオープン AI の日本法人の社長の方ですね、AWS 出身の長崎さんという方が、オープン AI の、日本法人の社長トップに就任されました。もちろん、AWS のところでですね、クラウドの普及に、尽力注力されていた方が、この、オープン AI の、日本法人の、トップになるということでですね、はい、そこは間違いなく、オープン AI のこの日本での普及というところを期待して良いのではないかなと思っております。で、個人的にはこれもし日本法人が設立するってなったら、マイクロソフトから出てくるかなと思っていたところ、AWS から出てきたので、そろそろGoogle とのコラボ来ないかなって楽しみにしているところではあるんですけど、はい、今回この日本法人の社長は AWS 出身の長崎さんが、ご就任されました。で、皆さんですね、気になってる、日本語に最適化されたモデル、もしかしたらこのホームページでですね、デモ画像とか、デモ映像か、ご覧になられている方もいらっしゃるかと思うんですけど、日本語の、性能、大幅な言語の性能、処理性能の向上はもちろん、やはりこの3倍以上のスピードで出力できているっていうところは一つポイントなんじゃないかなと思っております。はい。ここですね。やっぱりリクエストしてから、レスポンスの時間っていうところが、一番今いろんなプロダクトを作っていく上で、ネックになってるところかと思います。で、ちょっと前の話になりますけど、ウェブページをクリックして、コンテンツが、ウェブのコンテンツが表示されるまでに、2秒以上かかると、そこで離脱がめっちゃ増えるっていうような、レポートも出ていた通り、やはりその皆さんがユーザーさんがリクエストしてからのレスポンスの速度ってめちゃめちゃ大事なわけですよね。それがなるべく早く、でかつこれまでの3倍以上早く返ってくるっていうところが、かなりテクノロジーをよりサービスに展開していく上で画期的な、進歩だったのかなと思っております。で、またですね、この日本語のカスタムモデルについて、アテンションシフトと言われている、技術が採用されております。で、このアテンションシフトっていうのが、アテンション、いわゆる注意機構ですね、このテキストを生成する上で、入力テキストのどこに注目したらいいかっていうところをコントロールするようなことをアテンション機構、注意機構というふうに呼んでるんですけど、そのアテンションの、注意機構として、情報の取捨選択をするようなところを、追加で学習させたのが、アテンションシフトって呼ばれている技術になっております。で、これなんで日本語にするにあたって、そうした工夫が必要かというと、やっぱり英語と日本語のもう文の構造的に、文法的に抜本的な違いがありまして、英語っていわゆる SVO とか SVOC とか、なんか皆さん英語の授業で高校生ぐらいかなやったと思うんですけど、主語が出てきて述語がもうすぐ来ると、 SV 動詞とか、私は
走る、どっかの公園をみたいな、この公園をみたいな最初にこう SV でここで基本的にメインの文で完結して、いわゆるこう主文と従文、あとでこう従文がついてくる、主文にこうついてくるような形をとってるんですけど、日本語の場合って私はある公園を歩くみたいな感じで、最初と最後が大事だったり、あの公園にいて私は歩いているみたいな感じで、この一番後ろだけがこう大事だったりするパターンもあったりするので、この英語と日本語の文の構造的な違いによってこのアテンションの工夫が必要だよっていうところが挙げられるのかなと思います。でこのアテンション関係で言うと、これまた面白くて、Google さんがですね、このアテンションを無限に行うことができるよっていうインフィニアテンションの論文を同じタイミングでこうバンって公開されていて、このアテンションをめぐってもこのオープン AI のやり方と Google のやり方、こういろいろ出てきているってのが現状になっております。Google のインフィニアテンションについては、アテンションの容量を無限にすることによって、小型のモデル、Google ジェミニーについてもジェミニーのウルトラとプロとナノ3つ出してますけど、このジェミニーナノをこう見据えたようなインフィニアテンションという技術を搭載されている、こう使っているので、研究しているので、まあ、そこのアテンションの流派っていうところも結構面白い、アテンションの流派とモデルの流派ですね、このモデルの構造の流派のところも結構個人的には面白いなと思って見ているところになっております。でやっぱりなんでここまでこうチャット GPT がどん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 日本に進出、まあ、できているかというと、今こうオープン A の記事にも書いてあったんですけど、日本ではチャット GPT が毎週200万人以上に使われているらしいです。多分1週間で200万人以上の人が使っているサービスって、多分日本でも本当に結構代表的な、もうみんながこんなもの知ってるようなものしかないと思っていて、まあ、それぐらいの人たちがこう使っていると、もう日本語のデータがバン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 チャット GPT としてオープンエアに溜まっていくわけですね。なんでこれがこの日本語の特化したモデルを作るに匹敵するぐらいのデータ量が溜まったから、いざこう満を持してこの日本語に最適化されたカスタムモデルっていうのを作ることができるようになったんじゃないかなと思っております。なんでこの日本語のカスタムモデルとか言ってますけど、やっぱり根本はこの AI のビジネスの仕組みと同じで、まずこうモデルとして精度ある一定の水準のものを作って出しますと、それをサービスとして出すと、やっぱそのサービスちょっとおもろいとか新しいとかって言って、どん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 ユーザーさんが使ってくれて、それでデータが溜まっていって、そのデータをもとにまた新しいモデルを作ってサービスにラウンチデプロイして、サービスアップデートして、またデータが溜まってモデルアップデートしても、この AI サービス、 AI ビジネスのサイクルがうまく回しているパターンがまさに今回の GPT-4 の日本語カスタムモデルだなと私個人的には思っております。はい、まあ、そんなオープン AI の日本法人オープン AI ジャパンではですね、一番最後のところに一緒に働く仲間を募集してますみたいな文言もあったりしたので、はい、もしよければオープン AI の日本法人ジャパンのリリースについても見ていただければと思っております。はい、で最後にですね、オープン AI がこうどこを目指しているのかっていうところを個人的な見解をお話ししていくと、オープン AI は今まで基本的に個人を中心に拡大していって、特にこれからは法人向けサービスを拡充していきたい、展開していきたいっていうような文言がですね、記事にもありましたと。で、やっぱこの法人向けに、展開していく中で、やっぱ2つこう気になるところがあるのかなと思っていて、まず1つがデータの置き場所です。はい。基本的にこう法人向けのサービス、要はそれを導入する側にとって、データの置き場所、そのサーバーの場所が海外にあるのか日本にあるのか、これによって結構なその判断の基準にしてるところっていうのが多いと思います。なのでそれをまずこう日本にそのリージョンを作ってあげて、オープン AI のデータの置き場所を日本に留めておきたい、まあ、これやるかどうかわかんないんですけど、留めておきたいっていう狙いは1個あるのかなと思っています。2つ目が法整備の面ですね。やっぱりこの法人向けのサービスを展開するにあたって、やっぱりこう法律としてきちんと守られている、安全であるっていうところは
こうどの企業も注目するところだと思うので、このオープン AI が日本法人を設立してどんどんこう日本の法整備にも絡んでいくことによってそこをきれいに整えていきたいところがあるのかなと思います。欧米諸国は結構ルール法整備がこの AI に関してもかなり充実してきているんですけど、一方で日本はこのルール法整備のところはかなり緩やかで、基本的にはこう企業、プレイヤーの、ガイドラインにお任せっていうスタンスなので、そこの、まだ日本で足りない法整備のところをオープン AI が埋めていきたいのかなっていうふうに思っております。はい。じゃあオープン AI が法人サービスするときに、どこの業界に、入っていくのかっていうところも、個人的に大きく3つあるかなと思っていて、まず1個金融ですね。はい。これ多分一番早いと、個人的には予測してます。はい、なぜかというと金融の、チャット GPT が出た当初ですね、多分、日本で一番業界としては先行して取り組みを手掛けられておりまして、2023年の3月とか4月、もう本当にまるっと1年前ぐらいからチャット GPT に対してこうプロジェクトチームを立ち上げたり、実際に試験環境を導入されていたりしたので、やはり金融っていうところは一つターゲット、先行市場としてターゲットにしているところかなと思っております。2つ目、製造、特に車モビリティの領域はこのオープン AI も入りたいところなのかなと思っております。日本やはりこう車 の, メーカーさんがかなり産業構造上優位に立っている、上位を占めているところになっておりまして、かつ世界的に見ると優位に立っている状況です。トヨタさんを筆頭に、その日本の自動車メーカーって本当に強いブランドが多いんですけど、そこにこの、オープン AI 含めた、対話のサービスを入れたいっていうところが一個狙い目になってくるんじゃないかなと思っております。最後3つ目、医療。やはりですね、日本はもう世界一の長寿国というふうに言われておりまして、この世界的に見て一番先行となる市場、特に医療においては間違いなくここで日本でうまい成功パターンができると、これを世界に展開することができる、まずこうアジアを入って世界に展開することができるので、この医療っていうドメインもチャット GPT の持ってるオープン AI は確実にこう狙ってくるところなんじゃないかなと思っております。はい、業界としては金融、製造、医療、これがオープン AI がこう法人サービスの中でもやっぱり特に注力するところなんじゃないかなと個人的には思っております。はい、今日お話した内容はですね、全部個人的な試験ですので、ぜひ皆さんもいろんなメディアニュース見ていただいて、あともこの動画を踏まえてこう皆さんなりの見解とか皆さんなりの仮説を立てていただいて、それが当たるかどうかですね、ちょっと長い目で言ってもめっちゃ展開早いと思うんですけど、ちょっと長い目で見ていただければ、より今のこのトレンドを楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。はい、今回特別編、緊急で動画を回していて、いつもより長い時間を撮らせていただいたんですけど、ここまで皆さんご視聴いただきありがとうございました。こうした特別編もキャッチートレンドで面白いですね。はい、皆さんもぜひ皆さんなりに、かつ皆さんの、日々やられてるお仕事に対して世の中のトレンドがどう影響を与えていくかを、このニュースとかこの動画とかで、考えていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。